さあ、ということで、今回はね、新キャラのゴールデンフリーザ使っていきます。めちゃめちゃ出すの苦労しました。本当にガシャ動画ね、続き上がると思うんですけど、全部見てください。うん、まあ一応面白い結果にはなってるんで、はい。まあ性能解説はもうしてるんで、早速使おうかなって感じ。まあ軽く説明しとくか。必殺がね、属性振り向こうの、遠距離系、もう強いね、すでに。で、打撃と射撃がめちゃくちゃ強いね。ヒット時、火ダメアップの打撃。アーマーに対する射撃はダメ 150% アップの射撃ということで、もう打撃と射撃がすでに強くて、特殊もね、突進系ということで回避圧潰せる。めちゃくちゃ優秀。で、しかもこの特殊がね、演出結構ね、なんか、音が気持ちいいっていうか、まあ、ちょっと決めたいんで、どっかしらで当てたいと思います、相手に。うん。って感じで、メインでね、リロードですね。で、まあ、泥足持ってるし、圧引くたびに余ダメとか体力上がったりとか、もうとんでもなく強いです、こいつ。うん。通常スパーキングで最強クラスなんじゃないかなと、個人的に、思ってます。ということで、悪の系譜で使っていこうと思います。クサバーさん見ててくれよーさんよろしくお願いします。俺も大好きなセリフじゃん、そこ。あ、今流行ってるやつか、これ。黄色緑か。紫出したがいいよな、さすがに。これってさ、青どうなんだろう。ダメだよな、こっちで行くから、雷系。うん。青出さない方が良さそうですね、さすがに。さすがに、こっちでいきます。お願いします。雷雨系、フルフリで決めていきたい。で、かなりね、初手のね、コンボ中の、アーツコストアップがね、サイヤにぶっ刺さるんで、まあ、初手噛み合ってコンボ取られても、フリーザにチェンジすることでコストアップで、ごまかせるって感じじゃなかったっけな、性能。いや、強すぎ、お前。それはお前が強いだけ。回避圧でいいや。ここ勝ちたいな。いや、弱っ !10 カウントまだ経ってないよね。これコストアップでさ、なんか、うまいことできん終わったかな ?10 カウントだけコストがめっちゃ上がるんですけど。あ、やっぱそうだよ。そうなのかな、そうなのかな、そうということにしておきましょう。ちょっとラグいな。ほんまいって。オッケー、キャラチェーン圧してるか。さあ、これアーツ引くたびに、回復していきます。強くない?めちゃくちゃ。めちゃめちゃ強くない?めちゃ強くない?こいつ。待って。強っ。めちゃ強いんやけど、この人。待って、リロードやっちゃおう、これ。やばい、強い。クソ強いんだけど、こいつ。クソ気持ちいいやついくわ。いかがですんやー。当たった時のゴーンっていう音がいいよね。オッケー。え、マジ強え、こいつ。え、やばくない?かっはっは。強。はい、見て、射撃。跳ねた。え、これ、縛れてるし、さすがに。いや、無理かな。泥足。いや、マジ引けないか。うん、まあ、かぶせ全集中でいくか。うかくですんやーんがいいね、めちゃくちゃ。さあ、全員瀕死。まあ、メインかな、ここ多分。うん。射撃言うとタックル来そうだ、ここ。UG 行こう。あー、最悪だ。そうか、UG できないんだった、お前には。もらおう。いやー、そうか。もうかぶせ狙うか。よく撃てるな、お前。特殊あったら相当まずいよ、それ。いや、さすがに警戒されてるな、一つ。入るか。え、何してんの、この人。大丈夫か。裏全員死ぬと思ったのかな。UG か。うな。跳ねたら見て、打撃キャン。オッケー。うかくですよー。マジ強かったね。6突だからね。火力すごかったね。あと、アーツドローでやっぱ回復がめっちゃ優秀だった。これそんなに流行ってんの?めっちゃ当たるやん。さあ、ということで、まあ、さっきと同じでいいかな、選出。超みんな好きやん、それ。
ねえ、アレクサンダーくん。ということでお願いします。なかなか生かした凸してんな。頑張りましょうか。タックル回避行こう。いやーマジか、今の良くなかったかな。さあとりあえずコスト上げれるんで、こっち出しときましょうか。コストがなんかすげえ60ぐらい上がるんだっけ確か。何してん何してんの。虫キラなんですよー。出てくる。いや強えこいつマジ、こいつめちゃくちゃ強え。めちゃ強いぞこいつ。いやコスト足りんか。もうバレたかな、なんかバレてるくせえな。タックル行こうか。絶対バレてるよなこれ。そのまま行こう。即2連でいい。オッケー、バニラいい。何してんの。ここなんですよ。あ、これ圧引くからね。ここなんですよ。いいね。たまたまたま。たまくれたま。もう一回跳ねて。単発見て打撃キャン振って即。まあ、打っときましょうか。打ってほしいんで。ベジータがめちゃくちゃ硬いらしいんだよね、このパーティー。オッケー。ちょっとうまいな。即回避でいいかな。うまそうなんで。いや、でもメイン怖いでしょ、さすがに。クリコ。はい、縛って。これ、泥足で。いや、マジ、そっち効かないよな。最悪だわ。速多いな。裏の交代禁止が一応だるいんで出しときます。いや、圧引けてたらな。リロードで繋ぎたかったんですけど。こいつが泥足ダウン持ってるせいかな。はい、見て射撃。112だったよ、あんちゃん。覚えてますよ。覚えてますよ。え、硬すぎや、お前。112だった。圧引ける。引けんのか、マジか。え、勝った、マジ、そのパーティー。まあ、バドス消してるんで、死んでるんで、回復力はめっちゃ下がってるんですけど、今。めっちゃ警戒されてるね、かぶせ。OK? これ自分で言うのあれだけど、この横に動きながらの打撃上がりめちゃくちゃ上手くない?あんま他の人やってる人いないよね。棒立ちしてたらね、バレちゃうんで、あんま棒立ちしたくないんですよね。さあ、これはもう、特殊で、もうロックして、かわいそうですけど。2周目なんか爆速で溜まってるのはかわいそうなんで、打ちません。さすがにかわいそう。うん、まあ裏で落ちなそうかな。まあバニ使わして、ああうまい。まあでもバニ使ってるんでもう勝ち確じゃないかな、さすがに。むしろ読んだ方がだるい。オッケーオッケー。一応打撃は封印されてるんでそこだけ気をつけて。はい、場にないんでね。よしよしよし。うん、ありがとうございました。系譜ってこう見るとさ、通常スパーキングも2体いるし、無料覚醒キャラも2体いるんで、めちゃ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 さ、なんつうんだろう、あれよね、コスパいいよね。外すか。 OK?いや、強いこいつマジで。こいつ、よだめ。よだめガンガン上げていきましょう、圧引いて。ちょっとラグいか。いいね。めっちゃ楽しい。黄色い殴っとくか。よしよし。これでよだめフルになったんじゃないかな、あの子は。遠距離したくない。おー、やめてくれ、ほんとに。もう、ぶっぱやめてくれって、マジで。もう、勘弁してよ。
もうヒット確認して、勘弁もしてほしいし、ヒット確認もして頼むから。ちょっと受けよう。圧、ないでしょ。やばすぎお前。ね、ぶっ破しとればいいと思っとるやん。なんか、最近の、エセ系譜使いは。いきまーす。おいしょー。あー、死なないんだ。入れ込みだよね、絶対。それがね、やっぱ違うんよな。君たちと俺の違いなんよな。待って、気力回復しないんだ、これ。忘れてた。はいはいはい、もう困ったらね。困ったらそういうことしてくるもんね。最近の。最近のやからは。弾割っとこうかな。いや、ギリまで受けるか。こっち出そう。弾割って、ひと確認行こうか。ひと確認こうやるんだよって教えてあげて、弾。おい、弾どこ行ったマジで。弾が消えたんだけど。これこうやってさ、こうやって繋げたらどうよ。こっからリロードで。やばいやばいやばい。やばすぎだろこいつ。弾来ないけど火力やばすぎて。かはやばこいつ。入れ込みでしょ。で、あ、違うんだ。おー、よかったね。外人暮らし飛んでくるかなって思ったけど、さすがに来なかったですね。面切ってくる？面切らないんだ。もうかぶそう。警戒して。うわー、また本当に撃ってきた。お前ねえ、もう。もういいです、全然。ちょ、それはやだ。ちょ、これ待機稼ぎます、10カウント死ぬ気で。警戒してないんですよね、彼。それはやだ。やばすぎ、マジで。押しちゃったわ、なんか。まあ、直当てでも死なないんで、OK？ はい。さらなる進化を求めて正解でしたよ。うん。俺もお前のこと当てて正解だったわ。さあ、これラストにしようかな。サイヤということで、サイヤに対して初手めっちゃ強かったよね。コスト20アップか。20アップの能力低下を10カウント与えるということで、偉いですよね。まあ、どうしようこれ。まあ、この3でいいかな。お願いします。うん。間違いなく強い。これ赤にとつしたらとんでもないと思う。マルチぶち込んで赤に刺したいけど、まあ一応僕マルチ貯蔵したい派なんで、溢れたら使うんで僕マルチ。うわ、でも赤にしたらマジやばいだろうな、このフリーザ。本当にガチで強い。有事しないか。これ全然いいっすよ。回復しまくるんで、しかもコスト上がってるんでそんな繋がんないはず。ほら、初動でコンボ取られても来れないんよ。で、しかもアーツドローでめっちゃ回復していくんでね、こいつ。やばないマジこいつ。やばくね。僕ベジやん。リロードまで繋げたいな。あ、来た。ここですやん。ここですやん。出しとくか。ちょ、待機回そう。ちょっと本気を出してあげようかな。うん、なんか違ったけど。もらおう、これ。結構ゴリゴリだな。警戒してないな、かぶせ。あ、これ遠距離飛んできそうかな。オッケー。いいね。射撃犯特殊。
素クラスめっちゃ多いな、こいつ。行くんですやー、ここなんですやー。あー、もう引かないんだ。なるほどね。もう引かないんだ。全部即やん、お前。すまんね、マジで。やめろ、このゲーム。まあ、クッション狩りしときましょう。あー、来ないか。もう読むんだよね。ここも即なんだ。ねえ、くせえ、お前マジで。友達に言われたことあるだろうもん。やばすぎマジこいつ。もういい、もうブッパと即圧だけやん、君がやってんの。このタイミングで跳ねてればいい、オッケー。はい、角半取りまして、最速取れまして、くねくねしようかな、これは。あ、レジェンダリーいっちゃおうかな。ウィース、ということで、この後はウィース使ってみた動画になるんでね、ぜひそちらも楽しみにしておいてください。いやー、最後にやばいやつをね、しっかりとブラインド状態でしたね、相手。しばけてよかったですね。ということで終わります。お疲れ様でした。